スのお二人に今一度大きな拍手をお願いいたします。じゃあちょっとお話を聞いてもいいですか。私見たんですよ、メイジェイと戦ってるの。戦ってたよね、はい、うわ、ちょっとマイクを使ってください、はい、どうだった、メイジェイと戦ってみて。すごく緊張したんですよ、うんうん、やっぱりプロの方なのでとてもオーラがすごくって、はいはい、隣に行くのが怖いって感じです。怖いっていう感じだった。いやでも本当にしっとりと伸びやかに歌われますよね。ちょっと改めてお姉ちゃんがこちらですかね、はい、ちょっと自己紹介いいですか。中学2年生の柿原夏実です。よろしくお願いします。ケンシスのお姉ちゃんの方ですね、はい、そして中学1年生の柿原ほのかです。はい、ほのかちゃん、いやすごい、お二人ともほんと上手ですね。ありがとうございます。ほのかちゃん、マイクを置く癖があるよねマイクずっとここに置いとこっかね。はい、でお二人はずっと昔からこうやって一緒に歌を歌ってるんですか。うん、はい、ちっちゃい頃には、うん、おばあちゃん家のカラオケ屋さんで、よく歌わさせてもらってました。あ、おばあちゃん家のカラオケ屋さんで、それでこんなに歌が上手くなっちゃったの。いやすごいですね。これからが本当に楽しみですよね。なんか目標にしている方とかいらっしゃいますか。私はスーパーフライさんや安室奈美恵ちゃんなど。あ、ちょっとかっこいい系ですね。なるほどなるほど。そしてじゃあ妹ちゃんは。私は彩香さんみたいな歌手になりたいと思います。わかりますよ、すっごい気持ちいいもんね。なんか聞いててもすごい伸びやかで気持ちよくなりますもんね。ということでケイシスのお二人はもう今後の活動とかはどんな感じです。少しずつ、イベント出て、イベントの練習とかをしていって、頑張っていきたいと思います。あ、少しずつこうやってイベントに出て、やっぱり人前で歌うのって楽しいですか。はい、楽しいです。へー、どういった時楽しく感じる、ほのかちゃん。私は、やっぱ皆さんがいるのでここで歌わさせてもらって、皆さんが温かい目で見守ってくれているので、歌いやすい。やっぱり皆さんのリアクションがあるとすごくいいですよね。いやもう本当にほんわかしたなんかね、2人素敵ですよね。ケイシスの皆さん覚えてあげてください、ね、今一度大きな拍手お願いいたします。どうもありがとうございます。